メスヤギの踊り H39 は、アルテュール・オネゲルが作曲した、無伴奏フルートのための作品。同じ無伴奏フルートのための作品である、クロード・ドビュッシーのシランクスと同様に、この作品も、劇の上演のために書かれた。1919年、サーシャ・デレクの台本、悪い考えによる、舞踏家のリザナへの伴奏音楽を移植されて書かれ、初演を担当したフルート奏者のルネル・ロアに、 検定された。無伴奏フルートのための貴重なレパートリーとして頻繁に取り上げられる。連投4、4拍子。4度音程を基本にしたゆったりした旋律で始まる。9、8拍子、ビフにテンポを上げると躍動的で半音階的な楽奏と柔らかさを増してと指示された二丁々の楽奏が交代し、最後は冒頭の旋律に戻って終わる。 演奏時間は3分半程度。フレイ1フレイ21980年前後の時期、富士テレビで深夜の放送終了時にこの曲が流されていた。村松フルート、ドンスで L.A. シュブル。2017年5月4日閲覧。ありがとうございます。